一番任されているのが南米各国です。何しろアメリカ合衆国は嫌な話ですけど裏庭とみなして搾取収奪の場として南米をみなしているという節があります。ですのでモンサント社の農業支配、農業侵略をいち早く、そして深刻に受けてしまっている地域が南米です。その南米の問題について尊敬の深い方からアピールよろしくお願いいたします。こんばんは、私はそんなにこの問題深く関わり合っているわけではなくて、情報もそんなに持っているわけではありませんが、実はモンサントの問題、私ラテンアメリカ系のニュースをずっとチェックしているんですが、もうずっとモンサントの問題は大きなデモが続いているんですよ。でそれはですね、大きなデモなんていう規模じゃなくて本当に街全体を大きくするほどのデモが行われているんです。でそれをずっと見ておりまして、モンサントの問題っていうのはラテンアメリカにとっては死活問題であるということをよく分かっておりました。しかし日本においてはモンサントの問題はほとんどニュースになっておらなかったこともありまして、私も細かくチェックはしておりませんでした。ここのところ今ちょっとお話し出ましたが、今年の5月のモンサントの抗議 の世界中の規模どんなもんかというのをちょっと調べました。そうしましたらば、48カ国で4000都市で400都市で行われたそうです。で今日ですね、地図を持ってこようと思ったんですけど、私がネットっていうか、Google の使い方がよく分からなくて半分しかプリントできなかったんですけども、実はですね、アメリカ各国も非常にたくさんの都市で反対行動が行われました。それから今申し上げましたように、ラテンアメリカはもう真っ赤になるぐらい反対行動を起こしてます。でそれで、何も問題を感じてない一つの都市でも行動が起こんなかったのは日本ぐらいのもんです。韓国でも起こりましたし、それとオーストラリアも もちろん起こってますし、そういう点でですね、モンサントの問題について、全く無関心なのは日本だけです。世界中がこの問題については、食料の問題だけではなくて、アメリカの大規模な、侵略、それと結びつくということで、農業だけではなくて、いろいろな面での問題として非常に、鋭く皆さんが捉えているこのモンサントの問題です。でそれについてですね、なぜ日本がこれほど無神経なのかということについて、私もそのラテンアメリカのニュースを見ながらよく分からなかった。で、どういうところで何をつまり問題にすべきなのかということも私自身もよく分かりませんでした。もちろんですね、皆さんもスーパーとか行かれたときに、遺伝子組み換えの問題について、心しておられる方は納豆とかそういうのを後ろにひっくり返してみたりしてますね。私もそういう点では、消費者としては、納豆とかお味噌とかそういう大豆関係のものについては気にしておりました。ところがですね、大豆って日本ではあんまり思われてないかもしれません。でモンサントの問題は大豆だけの問題ではないということはよくお考えいただきたいんですね。それでアメリカなんかはトウモロコシはもう 90% 以上がモンサントのものになっちゃってるんです。でそのために、在来種がもう滅亡しちゃってるっていう状況です。でこのことの問題をよく考えてもらいたい。つまり、多様性、植物、生物の多様性っていうものを守らなければ、地球の未来はないんですよね。それはよく考えてもらえば分かると思うんです。先ほども話が出ましたが、地域風土、その場所の、ところに、必要なように、植物は考えられて今
進化してなおかつその地域が必要な最もその土地に有効な、苗それから種そういうものが選抜されていって今の農業があるんです。ところがこのモンサントのやり方は逆ですね。自分たちが苗をそれだけ、売り込めるかということのために改良するという逆転した政策をとって、まあ、言葉は非常に、あちこちで世界中で言われてます。悪魔の企業モンサントって言われてます。ほとんどの国の人たちが自分たちの固有な、植物生物を破壊されるその危険性について非常に危惧しているからして、モンサントの種、苗その他についての問題を深く考えているということについて日本人があまりにも無神経だということです。で、私たちはただ単に遺伝子組み換えという点だけでモンサントを問題すべきじゃないんであって、もっと一つの企業が少し喋りますか。食料だけではない、それに畜産業その他に関わるような飼料ですね、動物が食べる飼料、そういうものまでも一つの企業が独占的に支配してしまうということの危険性をお考えいただきたいと思います。で、何度もここでもお話が出ましたけれども、そもそもが枯葉剤ということが問題になってますように、除草剤っていうものの存在がモンサントの場合多いわけ、大きいわけで、その除草剤と組み合わせて、さっき言ったなんとか、ラウンドアップ、ラウンドアップ、そのラウンドアップによって、支配したところに次の種を売り込む、ラウンドアップレディーというそうですけど、レディー失礼だな、女性に向かってなんだと思うんですけど、ラウンドアップレディーというそうです。つまり、火をつけといて消しといてまた火をつけると、こういう発想ですね。これがやっているのがモンサントです。で、モンサントについてのGoogle なんか引いてもろくなこと書いてないんです。本当にちょっとしか書いてない。これの方が問題だと思います。こんなに世界的に問題になっている、大きなモンサントの問題について、なぜ、もっと本当のことをきちっと公表しないか、あるいは研究者の方々たちもこれは危機的だということをもっと公表しないかということを非常に考えます。それはですね、2013年だったと思いますけど、これのに関わる、映画ができてたはずです。なんか見た記憶があるけどはっきり覚えてない。その時はあんまり危機的って言っていなかった、申し訳ありません。そんなこともありまして、モンサントのなんとか、そういうのがありました。で、今でも多分、どっかで借りられる、スタイフなんかで借りられるんじゃないかと思いますので、ご覧になられた方がいいんじゃないかと思います。私たちはですね、このモンサントの日本モンサントですけど、私たちにとって、どういう問題があるか、つまり食料の問題として危機なのか、それから農業の問題として危機なのか、あるいは輸入されるであろう遺伝子組み換えの種、それから動物の飼料、そういうものが遺伝子組み換えのものになってしまった後、どんな問題が起こるかということをもっとイメージした方がいいと思います。で、日本にとってはまだまだ守ることはいくらでもあるんであって、特に日本の場合には、皆さんあまり名前はご存じないかもしれませんが、優秀な種会社がいくつかあります。名前挙げると問題ですから挙げませんが、そういうところをのものを私たちは守るべきです。それから地域に根ざした、最も土地に有効なものについては、これを
ないと土地がダメになり、それからそこに、育つ作物がダメになり、最後は結局モンサントのになり、土地は荒らされ、2代目ができない作物を植えさせられ、それをカバーするためにまたモンサントの金を買わされ、この悪循環の中に落ち込む。これがラテンアメリカで起こったことです。ラテンアメリカでは必死の、戦いが組まれました。そのために、中小企業というか農業の場合は、小規模農業ですね、小規模農業をともかく守り抜いて、モンサントに全部やられてしまわないうちに守って、土地を回復させていくという手段を、今でも講じています。でこれを私たちは見習ってですね、モンサントに種、それから農薬、そういうものについて、モンサント企業っていうのは私たちにとって何のプラスもないということをよく考えた上で、今後の動きを見せた方がいいんではなかろうかと私個人は考えています。もっときっちりしたお話ができればいいんですが、私科学的なこと弱いし、一般的なラテンアメリカのニュースから得た情報なので、もう、幾分間違いもあるかもしれません。それはもう少し、きちんとした科学的なデータをお持ちの方はここで発表してくださると、私が次に、ラテンアメリカのニュースを読むときにはこういうことかということが分かりますので、ぜひお願いしたいと思います。以上です。ありがとうございました。まだそういえば一つ思い出しました、健康被害が立証されてない、そんなことね、よく言うんですよ。モンサントという会社は遺伝子組み換えの食べ物を食べたからといって本当に健康被害があるとは限らないとかね、そういったことを言うわけですけど、よく考えたらこのビル6階の、モンサントさん、よく考えたら健康被害が報告されてるじゃないですかね。カナダにおいてモンサントの遺伝子組み換えのキュウリを食べた人が髪の毛が抜けて丸裸になっちゃったじゃないですか。これ本当の話ですよ。なぜかいきなり脱毛してしまって体中の体毛が抜けてしまうっていう事例がやたらと報告されたカナダにおいてです。でモンサントの遺伝子組み換えのキュウリの農場の付近で毛が全くないツルツルのネズミがいっぱい発見されるんで、調査してみたらそのキュウリが原因でしたよね。でそのキュウリを使ったピクルスやなんか発売中止になったじゃないですか。もう立派に健康被害出てますね。ねえ、このビル6階のモンサントさん、まだ毛が抜けるってことしか立証されてないけど、もう体にそういう兆候が現れてるってことは他にも影響があるでしょう。ねえ、京都市ご通行中の皆さん、このビル6階にモンサントという会社があります。よくご記憶ください。遺伝子組み換え、遺伝子組み換え、遺伝子組み換えの作物、遺伝子組み換えの食べ物、こういった言葉がよく耳にされると思います。このビル6階のモンサント、遺伝子組み換えの総本山です。皆さん、遺伝子組み換えの食べ物気持ち悪い、そういうイメージだけの問題ではありません。実際問題、遺伝子組み換えの種、そういったものを育てる過程で使われる強力な薬品、殺虫剤、除草剤、そういったものの害は埋挙にいとまがありません。遺伝子組み換えの種を使った農業自体が問題なんですよ。そして遺伝子組み換えの食べ物というもの、健康への影響が懸念されている。実際動物実験ではがんになった動物のレイヤーなんかが何例も報告されている、ね、皆さん
人間は物を食べずに生きていけるわけではありません。毎日何か食べないと生きていけません。で、世界中で、ね、本社がアメリカにあります。このビル6階のモンサント、アメリカ合衆国という国の食料支配政策、食料支配政策です。それの後ろ盾を得て各国で、ね、その国の農家の使う作物の作付けのための種、これを全部自分の会社の種に、遺伝子組み換えの種に取り替えさせたりとか、そういうことをやっています。日本がそうなってしまっていいんですか皆さん、ね、国産の作物、国産の食べ物、国産の農産物、それらが軒並み遺伝子組み換えになってしまって皆さんいいんですか。軒並み誰かの都合で、ね、誰かの都合でそれがなくされてしまうかもしれない。遺伝子組み換えの種っていうのは2代目ができませんから実らないんです。毎年毎年種が実らないから毎年毎年種を買わされます。じゃあ種売らないよってなったらどうなります。この日本列島の上の1億人みんな植えます。食べ物はなくなります。そういった心配もあるんです。自分の胃袋の問題です。食べるものをただ一つの会社に任せてはいけないんです。でも TPP 大筋合意という話もあります。そして世界中のさまざまな国で先例があります。自分の国の農業、食料の問題です。これをある一つの会社の独占の状態にしておくこと、それがいかに危険か、皆さんよく考えてください。皆さんの胃袋、ただ単にどっかの一つの会社の儲けのためで左右されていいんですか。皆さん真剣にこのことを考えましょう。そしてもう一度、このビル6階、日本モンサント、遺伝子組み換えの総本山です。よくご記憶ください。はい、それでは引き続き